ズバリ株価予想、投資家の白坂慎太郎です。今回は大戸屋お家騒動最終決着というテーマでやっていきたいと思います。はい、今回の3つのテーマです。1番大戸屋の今までは、2番大戸屋のお家騒動とは、そして3番は大戸屋のお家騒動どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、まず1番の大戸屋の今まではということです。大戸屋は今までこのような株価推移をたどってきています。でまず1958年と年ですねに創業していますということです。まあ、この動画を話しているのが2020年ということを考えると、まあ、約62年前とに大戸屋は創業しているということですね。まあ、読み上げると、1958年東京タワーが完成したその年に池袋に大衆食堂を構えたのが大戸屋の始まりです。当時はまだ日本人の4人に1人が栄養不足と言われていた時代、安くて美味しいものをお腹いっぱい食べてほしいと大戸屋食堂を開きました。1階と2階を合わせてたった48坪のお店に1日1000人以上が来店する繁盛店でしたということでオープンしたということですよね。まあ、1958年ということなので、まだね、高度経済成長が始まる前になるわけですけれども、ね、まあ、はっきり言ったらね、お腹を空かせて、まあね、経済的に貧しい方々に安くて美味しいご飯を提供したいという思いから始まった企業であるということです。はい、それからですね、まあ、かなりこう時間が最近に近づいてますけれども、2002年の時点でですね、100店舗を達成しているということですね。はい、それから2005年の時点では海外に初出店を果たしたと、まあ、タイに1号店を出店して、日本全国から今度は海外に進出っていうのを、まあ、2005年に実現させることができたということです。はい、それではですね、2番大戸屋のお家騒動っていうのは何なのかっていうことなんですけれども、まあ、まず関係図からですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。まずですね、真ん中に創業者ですね、まあ、先ほどあの大戸屋食堂から始まりましたっていうお話を聞いていただいたんですが、まず創業者の方が真ん中にいらっしゃいます。でその奥様ですね、まあ、妻って書いてる奥様がいらっしゃって、そして創業者と奥様の間に息子さんがいらっしゃるということですよね。で今度は創業者から左側の方に創業者のいとこの方ですね、この方が現在この動画を話している現時点で、まあ、大戸屋の社長さんをやっています。そしてその大戸屋の外にコロワイドっていう別の会社が存在しているということですね。で番号が456789010っていうふうに、まあ、振っているんですけど、これは今から説明していく順番っていうのを、まあ、そこに記載しているということです。まあ、創業者に関係することが4番と5番ですね。で息子さんに関係することが6番で、奥様に関係することが7番で、そして、奥様と息子さんに関係することが8番ですね。で大戸屋の現在の社長で創業者のいとこの方に関係するのが9番ですね。で最後の10番っていうのがコロワイドっていう大戸屋と別の会社に関係することが10番ということです。はい、では順番にやっていきたいと思います。でまず4番ですね、創業者の方が不治の病、要するに治らない助からない病にかかってしまったというのが2014年の時だったということですね。それからわずか1年後ですね、もう治りませんっていうふうに言われてからわずか1年後で創業者が急逝してしまうということですよね。たった1年で、まあね、お亡くなりになってしまったという悲しい出来事があったということです。でここからお家騒動が始まってしまうということですね。はい、で息子さんがですね、大戸屋を退社することになります。息子さんはですね、まあ、結局その創業者の方が亡くなった時にまだ若干27歳だったみたいなんですけれども、当時としては取締役でなおかつね、常務という役職だったんですね。なのでね、やっぱり創業者の息子さんなので、ね、すごくこう社内では地位が高かったわけです。常務取締役だったわけですよね。でした時に、まあ、創業者の方は、まあ、息子さんを社長にしたかったわけです。で息子さんも自分は社長になりたかったんですね。しかし他の経営幹部の方々はやっぱりこう息子さんはまだね、当時27歳ということで若いということで、ちょっとね、大戸屋の、ね、社長になるにはまだ早いというふうに他の
経営陣が判断したんですね。それで結局は息子さんが社長を継ぐのではなく、創業者の方の、ね、いとこの方が結局2代目の社長になったということです。でこの創業者のいとこである2代目の社長さんと息子さんっていうのがもう全然話が合わない、ということで結果的には息子さんが大戸屋を退社するっていうことになったということです。はい、ただ息子さんにしても創業者の、ね、奥様にしてもね、大戸屋創業家一族っていうことで株を持ってたんですね。この株を持ってたっていうところが、まあ、お家騒動を大きくする、きっかけになってしまうということです。で結果的にはですね、まあ、結局息子さんが大戸屋を退社して、まあね、大戸屋離れてしまったんですけれども、まあ、大戸屋という企業からするとやっぱ創業家一族がね、それこそ50年、60年という形で、ね、結局この企業を上場させて100店舗以上にして海外出店まで果たしてきたわけですから、創業家に対してですね、功労金っていうのを支払うということになっています。で結果的に当時2017年に支払われた金額が2億円だったんですけれども、最初の予定はですね8億だったんですよね。最初創業家一族には8億円支払う予定だったものが、まあ、結果的には2億円しか払われなかったということです。2億円もね、もちろんお金としてはものすごい大金なんですけど、最初8億円で決まりそうな話が2億円になったということで、やっぱどうしても人の焦点としてはマイナス6億円少なかったっていうところに焦点が当たってるんですよね。これに対して2億円は確かに大金なんですけど、もともと8億円払われるものが2億円しか払われなかったっていうふうに奥様と息子さんは解釈してしまって、さらに大戸屋の現経営陣に対してマイナスの感情を強めてしまったということですね。はい、それで結果的には2019年、ね、奥様が持ってた大戸屋の全株式、そして息子さんが持ってた大戸屋の全株式っていうのを、まあね、別の企業コロワイドっていう会社に全部売却するということになります。まあ、結果的には大戸屋の株 19% をコロワイドという会社が持つことによって、コロワイドが大戸屋の筆頭株主になったということですね。そこで大戸屋がですね、2020年3月期ということで赤字決算を発表することになりました。実際その本業の方の業績が2020年の1年間の通期決算では良くなかったと、赤字でしたというのを発表したということです。でこれに対して筆頭株主であるコロワイドっていう会社がね、要するに筆頭株主として大戸屋にまあね、意見をする株主提案っていうのを出すことになりました。でコロワイドがですね、結局大戸屋の経営は今良くないから、こういうふうにしてほしいということで、実際株主総会に対して株主提案っていうのを出したんですね。その中の一つにね、取締役を、ね、追加するということで、ね、コロワイドがこの人たちが新しい取締役がいいということで、ね、追加の取締役の提案っていうのを入れてたんですけど、その追加の取締役のね、候補になってた、要するにコロワイドがこの人が新しい大戸屋の取締役がいいっていう提案の中に含まれていたのが、実はあの大戸屋の創業者の息子さんだったわけですよね。昔大戸屋の常務取締役を務めていた大戸屋の創業者息子さんが、実はその新しい取締役の候補者としてコロワイドという筆頭株主の、ね、提案の中に入ってたわけです。そうすると、まあ、結局大戸屋からするとね、あこのままねコロワイド側の取締役の人たちが過半数になってしまったら、まあ、結局大戸屋が経営陣として乗っ取られてしまうということで、非常にこう強い危機感を持ったわけですよね。取締役会というのは最終的には多数決になったりするわけですけど、その取締役会のメンバーの半数以上がコロワイド側の人だということになればですね、多数決で負けてしまうということなわけですよね。だから大戸屋の現経営陣、まあ、要するに創業者のいとこの方を中心とした現経営陣は、まあ、結局このコロワイドの提案する株主提案というのをなんとか否決しようということで、まあ、一生懸命取り組んだわけですよね。これで大戸屋とコロワイドっていう2社がですね、それぞれ大戸屋の株主にね、まあ、はっきり言ったら電話連絡をしたりして、ね、大戸屋はね、今度の株主提案にはね、必ず反対してください、否決したいので反対してくださいっていう、まあ、電話構成をし、コロワイドはコロワイドで別のね、全く役で、ぜひね今後の将来の大戸屋の成長のためにはね、私たちの提案をね実行してもらった方がいいので、だからぜひ賛成してくださいみたいな感じでね、その株主の票のね、
取り合いっていうか奪い合いみたいなことをやったんですよね。まあ、結果的にはね、大戸屋の株主っていうのは大戸屋のファンの方がやっぱり多かった、ということで、やっぱ大戸屋らしさですよね。まあ、安くて美味しいものをね、食べられるとね、新鮮な、食べ物を安くで美味しく食べられると、まあ、それが好きだから大戸屋の株主をやってるといういわゆる大戸屋の、ね、個人的なファンが株主で多かったので、だから結局大戸屋の、まあ、意見に賛成してコロワイドの提案した株主提案というのは否決されたということが、まあね、2020年6月に大戸屋の株主総会に対してありましたということです。でこれで、ね、一旦完全に終わったかのように見えたんですけれども、実はこれのまだ続きがあったということですよね。はい、ということで、まあ、お家騒動関係図ということで、これはまあ、ね、同じ図の2回目ということになるんですけども、まず、真ん中に大戸屋の創業者の方がいらっしゃって、4番というのは大戸屋の創業者の方が、まあ、余命1年ということで、まあ、不治の病にかかってしまった。で5番で実際に、まあ、お亡くなりになってしまったと。で6番で、まあ、息子さんが大戸屋を退社したと。で7番 です、結局奥様がです創業家ということでですね、まあ、功労金2億円を受け取ったんですけれども、まあ、それに全然納得いかないということで、8番で奥様と息子さんが持ってた大戸屋の全株式をコロワイドに売却したということです。で9番で、ね、大戸屋はですね2020年3月期で赤字決算を発表したんですけれども、それに対して10番コロワイド社がですね株主提案というのを株主総会で提案したというのを今までのところでお聞きいただいているということになります。はい、それでは大戸屋のお家騒動今度こうどうなるのかっていうのをですね、ちょっとこう仮説っていう形で、お話を聞いていただきたいと思います。はい、実はですねこの動画を話している現時点でコロワイド社による、大戸屋に対しての敵対的公開買い付けというのが行われています。公開買い付けに関しては敵対的と友好的っていう2つがあるんですね。敵対的っていうのは簡単に言えば大戸屋っていう相手の企業が全然ね、納得してないっていう状態ですよね。ある意味無理やり、まあ、その企業を、まあね、買収しようとする場合は敵対的公開買い付けというふうに言われています。まあ、それに対して友好的公開買い付けっていうのはもうね、ぜひ私たちの会社の株をねあなたの会社に持ってもらいたいんですということで、まあ、相手のね、買収される側の企業がまあ納得いってる場合は有効的公開買い付けっていうふうに言われています。で今回の、ね、コロワイド社による、ね、大戸屋に対しての公開買い付けっていうのは大戸屋は、ね、全然望んでないことなので、まあ、敵対的公開買い付けと、まあ、ある意味無理やりね私と結婚しろということで、まあ、ある意味お金の力で強制的に結婚を迫ってるっていうような状態ですね。はい、公開買い付けっていうのは一般の、ね、株式市場に対して、ね、私たちコロワイドはこの金額で大戸屋の株を買いたいので、ぜひ大戸屋の株主の皆さん私たちにコロワイドに売ってくださいというのを、まあ、公開買い付けっていうふうに言ってるわけです。これを発表した時コロワイドが発表した時の大戸屋の株価っていうのは2173円でしたということですね。でそれに対してコロワイドはですね、私たちは、ね、大戸屋の株をこの金額で買いたいのでぜひ売ってくださる方は、売ってくださいっていうことで応募している価格っていうのが3081円ということになります。これはですね、まあ、だから約4割ぐらい高く 1.4 倍ぐらいで私たちは買いますというふうに言ってるんですね。でそれで買い付け期間っていうのは2020年の7月10日から8月25日、まあ、この約1ヶ月半で公開買い付けっていうのを行っています。でこれでコロワイドがですね結局、まあ、全部の合計で 45% の株を買うことができれば、まあ、今コロワイドっていう会社は 19% 持ってます。あとプラス 26% の 45% を超えたら3081円で、ね、その 26% 分の株っていうのはコロワイドが買いますと。ね、逆にそれを下回ったら 45% いかなかったら、ね、買いませんということですよね。だから 45% 以上を集めたいと。で 45% 以上を買えるようだったら結局3081円で、まあ、コロワイドは買わせていただきますというのをやっています。まあ、最低 45% ですね。で目標はもちろん過半数の51というのを狙っています。 51% 保有すればもうはっきり言ったら完全に、ね、筆頭株主の中でももうほぼ、ね、自分の、完全子会社化していくことができるわけですよね。もう結局株主総会で話し合ったら 51% 持っていれば、まあ、全部、可決していくことができるわけですから、目標 51% でやってるんですけれども、まあ、最低45、っていう、数字で公開買い付けをやっています。
はい、で敵対的公開買い付けの結果でもしですねコロワイド社が新たに 32% ですね、今19持ってるんであと32を追加することができれば約 32% の大戸屋株の買い付け応募を集めることができた場合は 51% の筆頭株主になるということですよね。以前の、ね、株主総会ではね、自分たちコロワイドの提案っていうのは株主総会で否決されてしまったんですけれども、まあ、51% の筆頭株主になってしまえばもうこれは必ず可決させることができるわけですよね。だから目標としてはやっぱり 32% 追加で大戸屋の株を買って 51% の筆頭株主っていうのをコロワイドは目指していると、そのための敵対的公開買い付けっていうのを、まあ、この動画を話している現時点で今行われているということですね。もし仮に 51% 株主にコロワイドがなった場合は以下のことが想定されるということです。1番大戸屋の臨時株主総会が開かれるということですよね。前回お話ししたのは定時株主総会ということで1年に1回必ず開かれる株主総会だったわけですけども、株主っていうのはね臨時株主総会を開いてほしいということを要求することもできるんですね。なので、まあ、もし、コロワイドが 51% 株主になった場合は、まあ、想定されることとしては大戸屋の臨時株主総会が開かれると、そして息子さんが大戸屋の取締役に復帰するということですよね。前回、否決された提案の中に、ね、創業者の息子さんのお名前っていうのが新たな大戸屋の取締役に、推薦されていたので、息子さんが大戸屋の取締役に復帰するっていうことが、まあ、想定されます。でここまではかなりの可能性であるんですけど、ここからはかなりこう推測が入りますが、そうした場合、まあ、臨時株主総会で現社長つまり創業者のいとこの方ですね、が、まあ、結局昨年の赤字決算の責任を取るっていうことで、まあ、現社長が解任される可能性があるということですよね。じゃあ代わりの社長って誰が、なるのって言った時に、まあ、創業者の息子さんである息子さんが新社長になる可能性があるということです。まあ、こちらの方はかなり推測が入ってますけれども、まあ、そういう可能性があるという実情になっています。いつも株価予想というのを最後にやってるんですけども、今回の株価予想ですが、まあ、この動画を撮ってる時点でコロワイド社が3081円での公開買い付けを募集している最中なので、そのままの株価ですね、3081円というふうにしたいと思います。ね、もう3081円でコロワイド社が買いますっていうふうに言ってるわけですから、今ね、結局株を売ったり買ったりするってなった時は3081円前後が、まあ、基準になるんですよね。なので、まあ、3081円っていうのは今回の株価、ということになります。でこの3081円っていうのは大手屋の実力からするとかなり割高なんですよね。実際コロワイドは敵対的公開買い付けを発表する時の金額として、まあ、当時の株価の約 1.4 倍っていうのを提示しているわけですから、まあ、実力からするとかなり割高なんですよね。3081円っていうのは大手屋の実力とか今後の成長性から考えると、でなんですけれども、株っていうのは株に対しての需要と供給が一致した価格が株価になるんですね。だから実力とか成長性っていうのはあくまでも長期的にはその株価で落ち着くための理論的な株価になるんですけれども、短期的にはやっぱりその価格で買いたいっていう人がいれば、その価格で売りたいっていう人がいれば、もうその買いたい売りたいっていうのが合えばそれが株価になっちゃうんですよね。まあ、そうした時に今コロワイドが結局3081円で私たちは買いますというふうに言ってるわけで、だから3081円前後になっていくっていうのは自然なんですよね。まあ、これはかなり短期的な株価予想ということになりますけれども、今回はまず、ね、特別にですね、ちょっと3081円でそのままを、お話ししたいと思います。はい、もし今回の動画ですねあなたも役に立ったということであれば、チャンネル登録と高評価をいただけますと嬉しいです。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、追伸です。この動画の中でですね、まあ、2015年、創業者の方がお亡くなりになりましたというお話を聞いていただいています。でその中でですね、まあ、ちょっと、本当にドラマのような、でも実際にあったお話っていうのを、まあ、追伸という形で、一言、加えたいと思います。実は創業者の方が亡くなった時、創業者の方は息子さんを社長にしたかったんですね。で息子さんも大戸屋の社長になるつもりがあったわけです。しかし周りの大戸屋の他の経営陣が、いや息子さんはまだ27歳で若いということで、息子さんではなく現社長大戸屋の創業者のいとこの方を結局社長にしたということです。そしたらですね、なんとね、創業者の奥様が亡くなった創業者の方の遺骨と遺灰を持ってですね、現社長つまり創業者のいとこの方に、あなた辞めなさいと
社長をね、そして息子を社長にしなさいということを迫ったというね、こういうこんなドラマのようなね、でも本当に事実としてあったという、まあそういうね、一つのエピソードっていうのを追伸として一言付け加えさせていただきたいと思います。